どうもおはようございます。今日もまた旧江戸川に懲りずに来ました。時刻は7月3日8時3分ですね。心拍数109と。今日はですね、浦安側に2名いらっしゃって、東京側に先ほど1名ちょっと見えたんですけども、まあゼロではないですね。はい。そして重大発表、このロゴといえばこれですね。バリキリワールドエクスペディション、私は VKC の 711XH の4ですね。4本つなぎのパックロットになります。ルアーマックスが150、ラインマックス50ポンド、P マックスが8号ということでやっております。でルアーが軽かったのコンクエスト300、2018じゃない方ですね。で P4 号に40ポンドのナイロンで挑みたいと思います。でルアーはヘッドディップの 175F ですね。よろしくお願いします。雨でも来ます。僕は災害じゃなければね来ます。はい、ではよろしくお願いします。ちょっとあれを見ていきたいと思います。垂直ですね。垂直チェック、今の時点で、中間報告、ですね、あのロッドベルトがまだ17本あります。よろしくお願いします、うん、昨日もらいに来てもらえたことが奇跡ですけど、今日は厳しいか。どうだ、あえてねちょっと白い格好とかしてきたんですけどね。うわー、水温が 20.5 度、バカ下がりです。で濁りがもう白濁してます。こんな感じで、ゴミは意外と少ないですね。まだそこが救いですね。こんな感じです。流れは非常にいい感じに効いてます。濁りがねちょっときついですけど、さあどう捉えるか。皆さんが、僕はちょっと濁りすぎてんじゃないかっていう風に感じますけど、デイゲームしかやらないよとかデイゲームマスターの人は、おいい濁りじゃんと思ってるかもしれないですけど、ちょっと僕はわからないですが、とりあえずトップの音で誘い出して下からチュドーンってくることを祈りつつ、いてなんだ、このロットでいい感触が得れたらなと思います。7フィート11インチあるんで、それがどうなるか。すっ転んでこれでスポーンと折ったらやばいですけど。よし、やるぞやるぞ、いきます。ファーストキャスト、いいね。ほんとこれでメガドックしょえんのかなってぐらい、そんなに思ったほど硬くないですね。あのいつも使っている、73のワールドモンスターだと、なんかもうちょっとね太くてパワーありますって感じですけど、ね、この子の方がちょっと柔軟性がちょっとあるかなっていう感じです。ただかけた後がバレなそうだなっていう感じはしますね。こっちの方は圧倒的に。でまあアクションもその分ちょっとつけやすいかもしれないですね。この旧江戸の今これ僕が立ってる位置が、やっぱこの皆さんご存知、後ろがこう傾斜になってるじゃないですか。だからそれがちょっとね、邪魔っちゃ邪魔なんですよね。ビッグウェイト投げるときに結構垂らしを長く取るんで、あのルアーの糸の垂らしをですね、ティップからまあルアーの重さによりますけど、ルアーに重さによって変わりますけど、だいたい1メーター50から1メーターぐらい取るので、そうするとね岩に当たるんですよね。後ろの岩に当たるし、ためがねあんましこうできないというか、さあ誰もいないので、岸沿いもやってみましょう。ただこのね、グリップ、エンドグリップはちょっと長くて
ちょっと使いやすいかもしれないですね。おー、行くさ。あ、こんにちは。あ、そうです。雨の日に買ってくるんですね。あ、行きます。雨の日も釣れるんですけど、今日は分かんないですね。濁りすぎてて。毎日毎日。地元の方なんですか。あ、そうですそうです。はい。結構近いですよ。あれ少し映っちゃって大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫ですか。でもやっぱりでかいの狙ってるからでかいの釣れるんですか最近。ああ、まあでかいのの方が。来たらでかい確率が高いってことですね。多分60代も食ってくると思うんですけど、下手したらまあ50後半もないことはないと思うんですけど、基本的に多分デカめが多いんじゃないですかね。ちょっとまあビッグウェイトで釣ったことないから分かんないですけど、みんなの話とか動画とか見てるとやっぱりでかいのが出やすいっては聞きますよね。強いっすね、あれに動画を見て何かありました。ウェルト、あ、すいません。ありがとうございます。いっぱいあるんで、まだ すいません。すいません、忙しいです。いやいやいや。この中から一個。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。サイン入りですよね。そうです。サインというか変な言葉が怪しい言葉が。手書きですか。手書きです。心こもってます。はい。ありがとうございます。大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。え、近いんですか。歩いて来れるんですか。近い。今日車で来ない。あれ、そうなんですか。釣りしないんですか。結構自転車で来てるんだけど。はい。どうしようかなと思って。顔は釣りになるんだけど。どうしようかなと思って。そうですね。寺田さんの元気姿見てたら、考えようかなと思って。ありがとうございます。すいません。はい。なんかちょっとぐらつく気がする。グリップが気のせいか。やばいやばいやばい、結構マジで降ってきましたね。あれ、ヘッドディップってラトル入ってるんだっけな。確か入ってた気がしますね。昨日コメントをいただいたんで、ラトル入ってると釣れないんじゃないですかっていうね、意見をいただいたんですけど、昔のルアーなんかはね、結構バリバリルアー入ってましたけどね。逆に最近ルアートップに関しては、あのガボツとかもそうですけどね、メーカーによりますけど入れてるところ多いですよね。多いかどうかわかんないですけど、入れてるところも結構ありますね。あー、でもこっちこのダウンに入ってくるとアクションさせるのが難しいですね。淡水とかと違って川は流れがあるから難しい。この僕のこの引っ張るのと川の流れのこう引っ張られるのと両方でこうなるから、結構それ計算しないと動きが悪いし難しいし、手に負担がすごいですね。やっぱちょっとアップで投げた方がアクション的にはつけやすいですね。こう同じ流れでやってきた方が。なるほどね。
と待ってほしいのが、なんかこのロッド大丈夫かな、このグリップなんかちょっとぐらつく気がするんですけど、リールがぐらついていただくか、大丈夫か、まああまり気にしないで行きましょう。なんかアブの方が飛ぶ気がするな。どうだろう、まだちょっと慣れてないんであれですけどね、まあちょっと怖いからあんまり思いっきり振り抜けてない感じが、まあそんなにフルキャストする必要ない、あの釣りっちゃ釣りなんですけど、ルアーに関して飛ばすのに。あれ、なんかちょっとおかしいか、拾っちゃってるか、ビビってますね。あ、治った、全然治ってない。ちょっとやっぱ結構ね曲がるんですよ。ちょっとあの GoPro だと分かりにくいと思うんですけど、結構ねしっかりと曲がります。だこれがかけた後に安心だなっていうのは非常にありますけどね。あ、これはね ARC も完璧に決まった、飛んだ。やばいっす、ちょっとトラブル起きてました。なんかね取れてなかったかもしれない。あっ、トラブル。こんにちは。あ、え、どうですか。あ、全然ダメです。結構流れ強いっす。強いっすね。釣れました。釣れないっす。6時からやってるんですけど。6時からですか。誰かに会いました？釣り人。誰も会わない。今日ののさんに会いに。あ、いや、これもらってください。ありがとうございます。一個。あ、嬉しい。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。頑張ります。あれ映ってて大丈夫ですか？映っても大丈夫ですか？大丈夫。はい、すいません。転ばないように頑張ってください。転ばないように。わざわざすいません。やった。今日も2個出たかな。あと15個ですよ。15娘。さあ時間的にもう終わりか。ああそうですね。あと一発、ちょっとこの辺がやっぱりすごいので、ちょっとポジションを下に取って、でアップで投げて終わりにしたいかなと思います。よしよし、やっぱちょっと曲がりすぎるかな、どうだろうな。ちょっとメガドックがやっぱ野望なんで投げてみないとわかんないですけど、まあでもかけたことのね時のことの唯一少ないチャンスをものにするって面では、このしなりとグラス感っていうんですかね、はいいのかなって気がしますね。よし、ここからおれ、やっぱこうやってねヌーン投げすると飛びますね。こうバスみたいにギャンじゃなくてこうヌーンとこう投げると、青物の時の、投げ方みたいにペンデュラムキャストっていうか、やってあげるとしっかりと相性がバッチリ決まってかっ飛んできますね。入魂するのが相当先になりそうな気がしないでもないんですけど、秋口になったら、まあこのロッドでもまあボートシーバスに、ね、使えないことないと思うんで、わざわざね年1、2ぐらいしか行かないボートシーバスのために短いレングスのねロッドを買うのもちょっとあれかなと思って、まあこの白パターンがね始まってまた爆量であればちょっと船借りて出船したいところではありますね。あの去年の僕の動画の中でこの白パターン炸裂ってのあると思うんですけど、まあ、実際ビッグベイトで全然釣ってないっていうね。
鉄板の大きいやつで釣ってるっていうだけですけど、ビッグベイト持ってなかったその時。確か友達はねビッグバンディットとかいろいろ投げてましたけど、その僕が行くその動画の中のビッグベイトチャレンジっていうのは船でね出船した動画があるんですけども、ちょっと岸寄りになります、あるんですけども、その僕が行ったちょっと 2,3 週間前の時の方がハマったって言ってましたね。ビッグベイトがすごい、結構、まあ、80は出なかったけど70後半が結構出たって言ってましたね。でも水面で出るから嬉しいでしょうね、ドカーンと。ブラックバスだったらまあ50、まあ、めちゃめちゃ良くて60センチとかがトップで出ることはあるんでしょうけど、シーバスの場合はさらにもう20センチ30センチと超えてくる可能性がありますからね。その分太さはないですけど、ちょっと巻きでもう一回そこの流れ狙いたいと思います。これで終わりです。ヌーンキャスト、ヌーンと、よしいい感じのところに行きました。いやーありがたいですね、雨の中探してもらえて。2人お嫁に行きました。今回これ結構長持ちするパターンかもしれないですね、亡くなるまでが。この雨が皆さんの出足を止めてると僕は信じたいです。雨がなきゃ行くんだけどなっていう、そういう感じになってくれてると助かります。自分の中にちょっとだけ救いが持てます。言い訳になりますから。なんだよこれ7のベルト全然売れねえじゃねえかよじゃなくて、こんだけの雨だったらしょうがないよねってねなるので。はい、今日も楽しかったです。ちょっとですけどね、筋トレ終了。ああここめっちゃ曲がってる。ああ多分有明で橋にバシッとぶつ、あなんだ今の映ったかな、捕食みたいな。投げてみます。でもそんな大きくなかったな。あ、いいライン入りました。このラインもうちょっと巻いて、この辺でしたね。この辺で身を乗り出して食ってましたけど、食ってたかどうかわからないですけどね。捕食行動なのかどうかはちょっと怪しいけど、なんかこうなってました。まあ、グランデージもちょっと見てみたかったけど、ちょっとねやっぱメガバス世代の僕にとってはメガバスに流れちゃいましたね。シーバス始めた頃はアピアの竿ばっか使ってましたけどね。風神号ですね。風神ゼータとかめっちゃ入りましたよ。ネオンナイトとかね、フローハントとか。だって僕バイクのヘルメットにフローハントのシール貼ってましたからね。やばいっすね。あの竜みたいなマークが書いてあって、フローハントってフローハントの間に確かに弓があるんですよ。そのウェーディング用とかってちょっとウェーディング特化型って言われてたんですけど、もうそのロゴとか名前がかっこよくて、一歩前に出てハントするみたいな、その名前がかっこよすぎてついついね買ってしまいました。私9フィート3インチだったかな。ネオンナイトの方がね、ベイエリアで使うには良かったですけど、川で使うにはちょっと弱いかったかな。僕の友達はね、ネオンナイトのね、旧型の初代のやつで、全ての釣りに対応しましたから。シーバスはもちろん、船に出てジギングまでやってましたからね。大きい青物かかって、あ、サバの大きいやつかな、かかってめっちゃグラフンって曲がってました。ネオンナイトってティップが曲がる、鬼掛けティップ系の先駆けなのに、もうバットからガッツン曲がってました。折れるんじゃないかと思いましたけど。はい、ということで、今日はリーバイス501エリアから帰りたいと思います。でで耳ぶつけた、軽かったら耳ぶつけた。
はい、では、ちょっとねさっきなんか動画が止まってたのでうまく撮れてないかもしれないんですけども、ちょっとね帰って、画像を見てみて、動画アップできるようにやっていきたいと思います。では失礼します。早くねこの竿に入魂できるように頑張りたいと思います。はい、失礼します。バイト行きます。あと15人います。嫁が。失礼します。あ、違うか。あ、そうです、15人ですね。よろしくお願いします。明日も来ます。多分この辺かちょっと下流かちょっと上流かにいると思います。失礼します。